県立相川公園に来ました。これから宮ヶ瀬ダムまで歩いていきます。災害復旧工事でダンプカーが何台も行き来しています。あれかな、去年の台風19号かもしれないです。石小屋ダムです。福ダム、こんなダムがあったんだ。下まで行けるのでちょっと行ってみようと思います。山の谷間にひっそりと佇む石小屋ダム。宮ヶ瀬ダムです。大きいな。下では災害復旧工事が行われています。よほど甚大な被害だったのかな。インクラインに乗ります。片道出発です。ありがとうございました。いやー、ここは広いな。今まで行ったダムより全然広い。静かな宮ヶ瀬湖。とても穏やかです。エレベーター塔と展望塔はコロナウイルス感染拡大防止のため休止中です。遠くにビル群が見えています。さっき地図をもらったので帰りは歩いて戻ります。迷わずにつけるかな。展望ホールがあったのでちょっと行ってみます。おお。宮ヶ瀬湖が一望できる。ゴミが浮いてる。
下部のところまで戻ってきました。これからホンダドリームにオイル交換に行きます。あとこの間砂利道でこけてステップが曲がってしまったのとサイドスタンドも曲がっちゃったのでそれも合わせて見てもらいます。